皆様、こんにちは。本プレゼンテーションは、エマルジョン形成剤の細菌補足性能試験における課題と、試験を成功させるための戦略についてご説明させていただきます。こちらが今回のトピックとなります。一つ目に、細菌補足性能試験の基礎。二つ目に、エマルジョン形成剤の細菌補足性能試験における課題と、 その解決策としてのスクリーニング試験の必要性について3つ目にさらに細菌補足性能試験を効率よく実施していただくために試験に使用する薬液の準備上の留意点についてのご説明となります。まずはじめに細菌補足性能試験の基礎についてご説明いたします。 細菌補足性能に影響を与える因子として、メンブレン自体の光景、表面化学、穴の構造、そしてお客様の製造プロセスにおける圧力や接触時間、温度といった工程条件があります。また、微生物のサイズや形状なども影響を与えます。最後に、薬液特性、ペーハーやイオン濃度、表面張力、 薬液の蘇生なども影響を与えます。加えて本日ご説明するエマルジョン系製剤のように製剤の種類により特有の菌痛化現象が見られる場合もございます。これら各要素が相互作用し細菌補足性能に影響を与えます。こちらは細菌補足性能試験の実施の流れになります。 まずはじめに試験に使用する指標菌に対する薬液抗菌性の確認などの予備試験を実施いたします。続いてその予備試験の結果をもとに薬液に抗菌性がある場合などは代替手法での試験のデザインを行いそのデザインに従って細菌補足性の試験を実施いたします。その際お客様の工程をラボスケールでシュミレートし 最大接触時間や温度、最大圧力など、ワーストケース条件下での実施となります。続きましてこちらは、細菌補足性能試験、本試験の流れになります。まず、試験薬液の弊社への送付にあたり、必須ではありませんが、バイオバーデン低減のため、お客様でろ過滅菌等の前処理をしていただくことがございます。また、 本試験実施前にも弊社にて0.2ミクロンのろ過を実施いたします。そして試験薬液に指標金を添加し、工程ワーストケース条件下にて0.2ミクロンフィルターに金チャレンジを実施いたします。その際、フィルターのバブルポイント規格値に近い値の低バブルポイントフィルター1枚以上を含む異なる3ロットの試験フィルターを使用いたします。 以降のスライドでご説明させていただくとおり、エマルジョン等の筋チャレンジにおいては、筋痛化を起こすリスクが分かっております。続いて、エマルジョン形成剤の課題のご説明及び、その課題に対するスクリーニング試験の必要性についてご説明いたします。こちらはフィルター目詰まりが細菌補足に与える影響を 水にオイルを入れたエマルジョンモデル液にて確認したデータになります。縦軸は最近の補足能力、ログリダクションバリュー、LRV で上に行くほど最近補足能力が高くなります。LRV8 以上で検出限界となり、これ以上であれば金の完全補足状態になります。横軸は 流量減少率になり100%で完全目詰まりの状態になります。通常の薬液においては高い目詰まり状態で完全な細菌補足を示しますが、エマルジョンモデル液においては目詰まり度合いが高くなりにつれて細菌補足能力が低下することがわかります。このデータからエマルジョン形成剤においても目詰まりによる菌通過リスクが考えられるため、 メズマリによる筋通貨が起こらないような条件をあらかじめスクリーニング試験で検証する必要がございます。こちらは、ろ過圧力がエマルジョンモデリイケのろ過量などに与える影響を示したものになります。左グラフの縦軸はろ過量、横軸は圧力になります。圧力を上げていけば、ろ過量が向上していくことがわかります。右のグラフの縦軸は、 最近補足能力、横軸は同じく圧力になりますこちらは圧力を上げていくと細菌補足能力が低下する結果になっておりますこれら総合的な結果としてエマルジョン液はろ過圧力を上げていけばろ過量を上げられますが圧力を上げすぎると細菌補足能力が低下をするすなわち筋痛化のリスクが高くなることとなります よって、筋通過をしない最適な露過圧力条件をスクリーニング試験で検証する必要がございます。こちらは、エマルジョン形成剤のためのスクリーニング試験実施フローを示した図になります。お客様の工程に使用するフィルターのサイジングがこれからの段階であれば、細菌補足性の試験実施前に必要に応じて、弊社 M ラボコラボレーションセンターにおいて、 VMAX 試験を行います。一般的な薬液であれば、金痛化に対するリスクは大きくないため、VMAX 試験の結果から選定したフィルターサイズとろ過条件にて細菌補足性能試験を実施いたします。一方、エマルジョン系製剤は金痛化の観点でリスクは検証するまで分かりませんので、この VMAX 試験の結果をもとにフィルターの面積を増やしたり、 バッチ量を減らすなどをしてフィルターの負荷量を減らし金通過のリスクがある目詰まりレベルを軽減することを検証いたしますさらに様々な条件下で金の補足を検証するスクリーニング試験の実施を推奨しておりますこのスクリーニング試験ではお客様の工程条件薬液の状態に合わせてこのように示した様々な条件を検証し スクリーニング試験を行います。なお、1スクリーニングあたり、想定される条件をカバーできる3条件で実施を推奨しております。そして、その中から最適な条件設定において、細菌補足性能試験本番へ進むことを推奨いたします。最後に、細菌補足性能試験を成功させるために、 試験に使用するお客様の薬液の準備の留意点についてご紹介いたします。こちらはエマルジョン・モデリ液を用いて、ろ過回数の影響を確認したデータになります。左グラフは、ろ過回数による目詰まりの影響を示したもので、2回目ろ過は初回ろ過より目詰まらずにろ過できていることが分かります。 右グラフはろ過をすることでエマルジョンの粒子系分布が変化することを示しています。2回目のろ過で目詰まりが軽減されるのはこの粒子系分布の変化によるものと推測されます。このことからろ過をすることでエマルジョン液の粒子系分布に変化が起こり試験工程による細菌補足結果 LRV を正確に反映できない可能性が出てきます。 よって、お客様からの試験薬液送付の際、バイオバーデン提供のためのろ過には留意が必要になります。また、増粒等の試験薬液の調整にも注意が必要になります。こちらは、エマルジョンの保管期間がろ過量に与える影響を示した図になります。エマルジョンが古くなるにつれてろ過量が低下する。 すなわち目詰まりを起こしやすくなっていることが分かります。よってお客様からの試験薬液のご提供から試験開始までの保管時間を過剰に長くすることを避ける必要がございます。弊社ではお客様の実行程における保管・経過時間範囲内に収めて試験実施することをご提案させていただいています。例えば経過時間が数時間程度の場合などは 試験実施直前に薬液を弊社へご送付いただくことをご提案させていただくこともございます。最後にエマルジョン形成剤の細菌補足性能試験を成功させるために実施を推奨しているスクリーニング試験のメリットと薬液準備の留意点のまとめです。様々な条件でのスクリーニング試験の実施により、目詰まりによる筋通過の課題に対しては、 目詰まりによる筋通化の条件を把握することが可能で、高圧力による筋通化の課題に対しても、筋通化のしない最適なろ過圧力条件の検討が可能になります。また、試験に使用する薬液準備の留意点として、エマルジョンの粒子系分布変化による試験 LRV への影響課題については、お客様での薬液送付前におけるろ過滅菌回数や、 増う流等の薬液調整の条件を実工程と同等にすることの留意が必要になります。エマルジョンの保管期間による目詰まりの課題に対しては、試験開始直前の薬液のご提供とお客様の実工程範囲内での薬液の保管や提供にご留意いただくこととなります。よって、 最近補足性の試験を成功させるために、このスクリーニング試験の実施を必要と考え、推奨いたします。以上をもちまして、エマルジョン形成剤の細菌補足性の試験における課題のご説明を終わりとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。